ここは町で噂の隠れ家的レストラン。毎晩今をときめく人気声優が美味しい料理でおもてなし。ときめきレシピ、執事レストランへようこそ。いらっしゃいませ、お客様。本日はお一人様でしょうか。かしこまりました。ではご案内いたします。こちらの席へどうぞ。いらっしゃいませ。当店には決まったメニューはございません。お客様が望むものを愛を込めて料理しお出しいたします。ではご注文をどうぞ。はい、というわけで皆さん改めましていらっしゃいませ、いらっしゃいませ喜んで、あれ豊永俊之です。いらっしゃいませ、江口拓也です。はい、はい、で始まりましたときめきレシピ。なんかさっきとえらい雰囲気違いますね。冒頭のオープニングからえらい空気感変えてきましたけれども、だってどっちかって言ったら俺こっちの居酒屋的なさノリの人だもの。そうですね、江戸っ子ですから。いや僕もそうですよ。本当ですか。もうそういう感じの方がやりやすいっていうのはあるんですけども。江口くん大きいね。そうですね、それが唐突に思っちゃったふと思って、すんげえ俺見上げてしまってる。よく言われますけれどもね、ラジオとかさ、はい、いろいろとさ、はい、イベントとかで、はいはい、僕ら、はい、よくご一緒させてもらうんじゃないですか、はい、でもこうやって横並びでこうやって絵で撮って喋るっていう機会がそんなにないから、そうですね、ちょっと今びっくりした。なかなかね、すいません。はいはい、さあというわけで始まりましたよ、はい、ときめきレシピでございますけれども、はい、このときめきレシピはですね、我々、はい、声優がレストランの店員となって、はい、まあ、店員となって、シェフいねえのかよですけども、店員となって、ホールもやって、あ、ホールもやって、ね、キッチンもやる、あ、完璧じゃないですか、はい、という形でお客様をもてなすという番組なんですけれども、はい、まあ見ていただいた通り、はい、今回、はい、素敵な衣装を、はい、用意していただいたわけですよ。こちらでございますよ。どうですかこれ、ね、江口さん、はい、どうですかこれ。ちょっと後ろどうなってんの。あ、こんな感じでございますね。おお、似合うね。本当ですか。ちょっと手がこんな感じですよ。大きいね。本日2度目ですね。何回も言うけど、大きいですね。豊永さんは。いやでもね、僕は、はい、すごいいい感じに、いい感じ。あ、いいですね。いい感じでしょ。かっこいいですね。ね、ピタッとね。こうやってね、レンズ通すと分かりにくいから。実際会うとちょっとね。え？意外と実際会うかっこいいですよ。意外とちっちゃいのね。かっこいいですよ。ありがとうございます。はい、まあこんな形でね、はい、執事服というのを。執事服もしかして初めてかもしれないな。あ、ほんと？塩ビというかね。そうね。長い感じ、ね、ここみたいな。この感じね、俺もそうね。タキシードはね、着たことあるんですよ。はい、あるんですけど、羊服っていうのを、そもそもあまり着たことがないですし、羊としての立ち振る舞いもよく分かってない。よく分からないですね。だからなんとなく、なんとなく手当て、置きどころもね、あ、この辺りなのか、そう、手当ててみたりしたけど、っていうようなね、感じでおもてなしさせていただきました。そうです、全力でおもてなし、ね、全力でしたね。はいはいはい、まあそんな感じでですね、はい、まあ